はいじゃあ今回はこちらの方ですね。まあこういうようなことというのが日本中結構ね、意外と起きる。 それは路上で寝てる人を気づかずに踏んでしまうという状況。跳ねられたではないですよね。踏んでしまった。引いたでもないですよね。踏みつけたと言った方がいいんでしょうか。まあそういう状況の事故というのはもう本当に日本全国起きております。まあ起きるのは基本的には夜中。そして、まあ寝てる人というのは大体男性ですよね。 まあそういう状況になる。まあこれはですね、まあよく自業自得だとかって言われたりしますけれども、やはりね、まあ酔っ払ってるケースが非常に多くなってきますので、まあお酒を飲むのはほどほどにしてください。まあそういうのがですね、まあ数字上とかも出ておりますし、まあ世界と比べると日本は歩行者の事故というのは非常に多くなっていて、まあこうやってね、路上で寝てる人というのも多くなってきますので、まあいろいろな部分、まあデータもあるので、まあその辺を見ていきたいかなと思います。 で、今回のケースというのはですね、こちらですね、道路に横たわっていた30代の男性が軽乗用車にはねられて死亡と。9月27日の朝に宮崎県都の城市の県道で道路に横たわっていた30代の男性が軽乗用車にはねられて死亡する事故があった。事故があったのは、都の城市の県道で27日の午前5時頃、道路上に横たわっていた派遣社員の37歳の男性が走ってきた軽乗用車にはねられた。 この事故で男性というのは頭や胸などを強く打ち、市内の病院に搬送されましたが、およそ2時間後に死亡が確認。現場は片側一車線の直線道路で警察は道路に横たわっていた経緯を調べていますよ。というようなことなんですよね。9月の27日の朝という状況ですよね。これはですね、27日というのは金曜日になります。まあ、派遣社員というような状況になっているんですけれども、 ま、仕事帰りという可能性も当然ありますし、ま、さ、お酒を飲んでの帰りという可能性もある。もしくは、違う車両に、ま、引き逃げをされた後かもしれない。というようなことですよね。ま、いろんなケースが考えられるんですが、ま、こうやって寝ている人を、ま、踏んでしまうような状況。ま、踏んだところがですね、頭や胸を踏むと、ま、基本的にやはり難しいですよね。軽自動車。今回のケースは軽自動車ですが、 軽自動車でも1トンぐらいあります。1トンぐらいでタイヤ4つ、まあ、均等割りをしたとしても250キロ、まあ、均等にはならない状況にはなりますので、 まあ、その250キロとかね、まあ300キロ、400キロという重さで、当然頭を踏む、胸を踏むという状況になったら、まあ致命傷になりますが、例えばね、腕だけとかね、足だけという状況になったら、まあ命は助かるケースはあります。だからもうこれはね、本当に運になるんですけれども、まあ実際のところこういうことというのは本当によく起きるんですよね。だからまあ車で走られる方は特に気をつけてください。だから今回のこちらのケースというのも、ここなんですよね。 だから片側一車線の道路のもう本当に真ん中のとこですよね。自分の走る車線に横たわっていた。おそらく頭が前っていう状況だと思うんですよね。だからもう本当にこういう感じだったと思うんですよね。だからまあこの状態というのは発見をちゃんとしていかない限りは必ず踏むということになります。だからまあこういう風うな場所、まあいつ何時あるかわかりませんので皆さんもね、まあ夜走る場合は気をつけてください。事故現場の方なんですが、 こちらの方ですね。ここの場所でどこに人寝てたんだっていう話なんですけれども、それがですね、ちょうどここにマンホールが2個あるんですが、ちょうどこの横断歩道のひし形のマークの間ぐらいっていう状況なんですよね。ちょうどここなんですよね。ここに2個あります。まあ、ちょうど何もない状態だとこういう風うになるので、ちょうどここら辺ですね。場所的にはこの辺。だから横断歩道はそこにあります。道幅としては片返車線で、まあはっきりとしていて、そして、 歩道がこちら左側にはありませんが、まあ十分な広さの路側帯はあり、反対側の方には歩道があるというようなシチュエーション。で、車の方は手前から向こう側。で、車が来た側の方は、まあこのような形で一直線の道になっていて、まあ都城の駅というのがあります。こちらの方に信号があるっていう風になるんですが、 まあ反対はこちらですよね。こちらの方っていうのに病院などというのがあったりして、まあ夜間ですね。夜間の状況はおそらく人通りはほとんどない。で、左側の方には整備工場などというのがある。だからもう本当に人影はないというような状況を油断して走っていたんではないかな。見ても街灯のようなものというのもほぼないので、まあまあおそらく真っ暗だったであろうと。 時間帯が午前5時という時間帯にはなりますので、まあ対向車等もほとんどなかったのではないかなと。そういう状況になってくるっていうことは、まあハイビームにして走りなさいねということですよね。まあ前照灯と言われるのは、いわゆるハイビームの方になり、ロービームというのが前照灯ではなく、ロービームというのはすれ違い前照灯と言われるものになりますので、道路交通ルールとして見ていくと、 通常走る場合はハイビームで走りなさいねというのがルールになります。そこですれ違うとき、眩しいときというのはヘッドライトを下向きにする、すれ違い前照灯のロービームに切り替えなさいねということになりますので、だからロービームで走るというのは、 違反行為という状況になります。ただやはりね、日本中を走ってると大体対向車がいますので、ロービームで走ることが多い。特にね、街中の場合はそういう状況になってしまう。そうすると、まあ、ハイビュームにしない車も多くなりますし、今の車、オートのハイビーム、ロービーム切り替え等がついていたりして、そもそも自分で全くやらないという方も多いです。 ただ、機械に頼る状況というのは全く注意力を持たないことになりますので、やはりこういうふうに路上に人が寝てるとかね、まあそういうとこにも意識がいかなくなります。自分でハイビーム、ロービームを切り替える場合は、ハイビームに切り替えた瞬間に、ちゃんと路面の方とかね、見るんですよね。だけど、機械が勝手にやってる、車が勝手にやってる場合というのは何にも意識しないと。だからよく言いますよね。ヘッドライトがついた状態のところでハイビームのまま気にしないで走ってる方。 だから自分の車がハイビームになってることすら何とも思わない。まあそういうような方っていうのは非常に多くなっておりますので。だから当然ね、路面のところ、こういうところにね、寝てる人がいたって気づかないよねということにはなります。ロービームの場合は車から40メートルほど先がまあ明るく照らされるような状況というのがまあ車形に通る部分になります。ハイビームの場合というのは100メートル先まで っていうような状況になりますので。だからこのあたりの状況でもうすでにおそらく寝ていたと思うんですよね。だから寝ていた状況というのが、ローミームの場合だと気づかない可能性がありますが、ハイビームの場合だとその先の、まあ、横断歩道まで照らしている状況にはなりますので、まあ、その場合はここに何かがあるなというのは早い段階から確認ができます。 40キロで走っていたりしたとしても、1秒間に車というのは11メートルちょっと進んでしまいますので、だから40メートル、ロービームで走っていて、まあ、例えばこの辺で照らすような状況ですよね。ここがですね、横断歩道から50メートル。そして、1個目のこちらの方から、ここがね、20メートルになります。 だからこの倒れていた位置はこのちょうどひし形のマークから次のところまでなので20メートルないぐらいなんですよね距離として。だからこの辺であ、なんかいると思ってブレーキをかけたとしてもまあ1秒ではいかないわけですよね。1秒で車11メートルちょっと進んでしまいますので40キロで。ということはもうその時点でブレーキをかけたらまあここまでいるよと。 そしたらまあ引いちゃうよねっていうことになります。だからいかにハイビームにしてるかということが大事かっていうのがわかりますよね。100メートル先であればもうこの時点で横断歩道を照らされている状況なので、まあ、横断歩道に人がいることもよくわかるし、その先も見えると。 そうしたら早い段階で準備ができるので、まあ、そうすると、まあ横断歩道を横断している人を跳ねることもないし、きちんと止まることも可能であるということ。だからやはりね、自分の中で、まあハイビーム、ロービームの切り替えはちゃんとやっていただきたいかなというふうには思います。で、こういう路上で寝込んでしまうというようなこと、まあそこの部分のデータを見ていきますと、 まあ、こちらですよね。産経新聞の方に書かれている。路上で寝込み事故し、全国で毎年100件も、深酒で意識遠のくことも、専門家が警告をしてますよということで、道路上に横たわった状態、いわゆるこれを路上欧がと言います。これで車などに轢かれて死亡する事故というのは、全国で毎年100件前後起きている。 警察庁によると昨年は全国で107名の方が亡くなってしまったと。65歳未満の死者が65人で、まあうち8割が飲酒をしていたということ。ほとんどが夜間に発生をし、引き逃げ事件になったケースもあるよと。警察や業界団体は注意を呼びかけるが、専門家は歩行者も危険性を認識した行動をとってほしいと話していると言いますが、 この65歳未満の死者が65人で8割が飲酒しているのに、その歩行者も危険性を意識したって酒に酔っ払ってるのに、まあ危険性なんかわかるわけがないので、まあ酔っ払いに危険だって言ったって聞かないわけですよね。結局は酒を飲むという状況は、まあ歩行者ならこういうこともあり、運転者だったら飲酒運転をして人を跳ねる可能性があるということになります。日が落ちて暗い路上をスピードを出した車が次々に通り過ぎる。 周囲に街灯は少なくて車道に人が横たわっていたもんはドライバーは気づきにくい大阪の羽木野の,の方の不動で昨年3月2日にこの不動に倒れていた70代の男性が車に跳ねられて死亡した男性は不動の真ん中で横たわっていた状態で事故にあったが原因は不明結局はそういうことなんですよねなぜそこにいたのかというのはわからないということなんですよね 何かを踏んだと思う。車を運転していた50代の女は男性を引いた後も走行を続けたものの、約7分後に現場に戻って警察官にこう申告した。引き逃げの疑いで逮捕。その現場はこういう状況なんですよね。だからまあこういうふうに片側一車線とか、まあそういう道路で起こっております。なんか今回もこんな感じですよね。それが何か踏んだ。だから踏んで初めて何かに乗り上げた。なんかよくありますよね。猫かなんかとかね。まあそういうような感じの言い訳をする人。 そうは結構いたりしますがまあ、横たわっている状況でハイビームにしてるとか路面をちゃんと見てるとかそういう状況にしていればまあ、それはね気づけるはずなんですよねだけどやはり気づかないというような運転を皆さんしているとこうした路上オーガの事故というのは近年多発していて警察署のまとめで令和元年は124件が発生コロナ禍で外出の自粛も多かった2年間 これはね、78件と81件と減ったんですが、令和4年には109件に増えて、昨年も107件だったということで、100件以上ということは、まあ大体3日に1件は路上大菓子は跳ねられている。まあもしくは踏まれているという状況ですよね。で、被害者は特に65歳未満が多い。やはりね、お酒を飲んでるということですよね。 だ昨年発生した歩行者の死亡事故の内訳を見ると65歳以上では路上オーガが6.3%なのに65歳未満は25.2%と実に4分の1を占めたというようなことでまあ大体がまあお酒飲んでるよっていうことですよねで道路に人が横たわっているというまさかの事態警察や業界団体はドライバーに予期せぬ状況への意識を高めてもらい事故の防止につなげようと動画やチラシを配ってまあ啓発していると 昨年交通事故の死者が148人と2年連続は育った大阪としては路上大賀事故での死者は11人と目立つ。このため大阪府警は今年4月に交通部の YouTube チャンネルで暗闇に潜む危険と題した啓発の動画をアップしている。動画では道路に横たわる人に見立てた人形を置いてドライバーからどのように見えるかを再現。車のヘッドライトがロービームとハイビームでは見え方が異なるとした上で、 夜間はハイビームを対応するように訴え、視認性が低下する。夜間は速度を控えめにしてくださいね。というようなことを言っているんですが。まあ今の車ですね。夜間でも、いわゆる自動ブレーキといわれる被害軽減ブレーキですよね。まああちらの方が作動するというのが、まあ最新のモデルとかにはついておりますけれども。ただあれも条件が揃って初めてぶつからないという状況になりますので、あくまでもブレーキをかけてくれるだけでぶつからないという保証しているわけではない。 だからまあそういうものがついてるからみたいなね、そういうような感覚で運転をされてる方は、まあ自分が加害者になる可能性はあるということになります。で、まあ海外という状況になると、まあこちらですよね、警察庁の方に交通事故重傷者という部分の、まあどういうふうに被害に遭ってるかというのが、まあ国別で載っていて、 一番左側ですね、ちょっと赤くなってるとこ、ここの部分というのは歩行中に交通事故でなくなるっていう状況ですよね。日本の場合は36%、全体の3分の1以上というのの交通事故死者。 まあ、ここの部分では歩行中が含まれていて、少ないのはドイツ13.2%、イギリス22.7%、アメリカ17.4%ということで、まあ、日本はね、歩行中の人が跳ねられるようなケースというのは非常に多いんですよね、世界と比べても。その代わり、車に乗ってる状況っていうのは、 少ないんですよね。全体で日本は21.6%、アメリカが31.5%、フランスは 47.9%, イギリス 46.1%, カナダ57.2%なので、カナダの場合というのは、まあ交通事故といえば乗用車、乗用車、まあ乗用車同士っていうような事故ですよね。まあこういう状態での事故死者が多いと。だから日本の場合というのは、まあ土地も狭いし、道も狭いという状況になるので、 車同士でぶつかった時の、まあ、死亡事故は少なくなるんですが、ただやはりこの右折や左折、横断歩道、まあそういうところの歩行者、道が狭い分だけやはり接触をしたりする、まあそういう安全確認が足りないケースが多いので、まあ日本の場合というのはやはり歩行者っていうのが、まあ、死亡事故につながるケースは他の国と比べても多いよというのが、まあここに出ているんですよね。 そして、まあ、こちらの方、まあ、日本国内の話にはなるんですけれども、まあ、歩行中の死者の数というのは年々減少自体はしておりますが、65歳未満という部分に関しては、ここの青い部分ですよね。ここが路上大賀者っていうのが歩行中の事故の中に入っております。だから全体の割合からすると、道路で寝ている人って非常に多いっていうことが見えますよね。 65歳以上というのは、この横断歩道以外を横断している時に跳ねられるケースというのが、まあ、全体の半分あるということなので、だから高齢者というのは横断歩道じゃないところを横断をする。横断するのに時間がかかるので、自分では渡れると思ったけれども、まあ、車が来て間に合わなかった。で、車の方が前方不中止という状況。で、65歳未満というのは横断中も当然多いんですが、それよりも多いのが路上で寝ているという状況になりますので、 まあお酒を飲んで駅から家まで歩いて帰る人、まあそういう方というのはね、自分がいつ何時どこかでね、寝てる可能性があるので、まあそこら辺はね、特に気をつけていただきたいかなと思います。で、路上はという部分の交通事故の件数、ここですね、平成の24年、25年、26年という数字があるんですが、事故件数としてはまあ400件、368件、356件、まあこういう形で、まあ大体1日に1件ぐらいありますよね。 この路上大賀車に飲酒があるケースというのは24年は400件中232件26年の場合は356件中の216件で昼間という状況になると路上大賀車はやはり少ないまあ車からも見えるということで交通事故の件数は減るで飲酒ありという部分もかなり少ないというふうになりますが夜間になると、まあ、路上大賀車に飲酒があるケースというのは295件中の212件ということで やはり夜間というのはお酒を飲んだ帰りにそのままふらふら歩いて路上で寝て気持ちよく寝てる間にまあそのままあちらに行ってしまうというケースがありますのでまあそういう状況にならないように皆さんも気をつけていただきたい。で、過失割合という部分で考えていったときにまあ引いてしまった踏んでしまった人からするとそんなところ寝てるからこれ車道なんだぞっていうふうに言いたくなると思うんですがまあ過失割合という部分でいくと まあこんな感じなんですよね。夜間という状況になると、路上で寝てる人、そしてその人を踏んでしまった人、そういうふうな状況になると、ゴブゴブという状況になります。昼間の場合というのは、路上大菓車の方の過失は3割ということ。だから2割減るんですよね。車からは、その寝てる人が発見しやすいでしょう。だからあなた避けなさいね。ということで、車側の過失の方が、 7割。そして、路上大賀車の方の過失が3割という7対3になるんですが、夜間という状況になると、まあ、五分五分という状況になります。これがですね、まあ、幹線道路であったり、住宅街であったり、あと速度が速いとかね、まあ、そういう状況になると、過失割りかなり動きますので、速度を出していて、住宅街とか、まあ、そういう状況になってきた場合というのは、まあ、本当に100ゼロになる可能性も含んでおりますので、だからね、道路っていうところは、 寝てる人いるんだよというふうに思って走ってください。まあ、今回のケースというのも、まあ、軽乗用車を運転していたという人にもね、当然行政処分というものが出てくるんですよね。だからま、行政処分というものがどうなるかというと、まあ、こんな感じですね。まあ、基本的には安全運転義務違反になります。で、付加点数という部分に関しては、これ、どちらになるかわかりません。もっぱらの不注意になるのか、路上大賀車の方が悪いか。 まあ、路上大菓子の方が悪いかなというような気もするんですけれども、まあそうなったとしても13点と2点だと15点なので、 15点になるということは結局免許は取り消されます。22点になったとしても免許は取り消されるということになります。だからもう死亡事故になるともう基本的には免許がなくなるので、今何時どういうリスクがあるのかということは考えて走ってください。だからこういう可能性、まあ全然思わなかったというのは、まあやってからでは遅いことになります。だから実際にどこを走っていても寝てる人はいる可能性がある。まあそういうことを考えながら走る。 前にね、車が走っている状況であれば、まあ、そうするとね、まだわかるんですが、自分が先頭で走っている状況というのは、 特にね、道路の状況を気をつけてください。だから横断者がいたりする可能性もあれば、まあ路上で寝てる人もいる可能性もある。だからまあそういうところ、2代目、3代目であれば、車間距離を十分にとって、前者の動きを注意していれば、まあ危機は回避することはできますので、まあ日頃からね、こういう可能性があるということをね、頭に入れた運転をしていただければいいかなと思います。最後までどうもご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。